パン屋で働いています。自分の店を開業しようと思うのですが、これからのパン屋さんはどう展開していくのがいいと思いますか？地域密着型で行きたいのですが、本来のパン屋スタイルは打破したいです。また西野さんならどう展開されますか、というご質問でございます。すっごくよくわかります。っていうのも、安定というものを2つに分けるとしたら、経済的安定と精神的安定があって、おそらくですね、地域密着型のパン屋さんって丁寧にやればですね、これもうくれぐれもですね、丁寧にやればっていうのを、前置きさせていただきますが、丁寧にやればかなり手堅いビジネスモデルで、それこそ経済的安定が手に入るかもしれないですけれども、きっとですね、たとえ食えていても挑戦している人の情報が耳に入ってきて、それに比べて俺はって考えちゃうっていうことですよね。ともすればですね、ギリギリで挑戦を続けている人に対する嫉妬すらあると。つまり、食っていけるだけだと精神的には安定しないっていうとこだと思うんです。そういう人をね、僕はね、よく知ってます。起業家なんかは大体この病にかかってますね。で、僕ならどうするかなと思いながら今喋ってるんですけれども、多分ですね、結構手堅くいくなと思っていて、まずはパン屋さんをやります。で、まずはそのパン屋さんの売り上げを安定させる。いやいや、それが難しいんだけどと思われるかもしれないですけれども、この問題が解けないようじゃ胸が躍るような勝負を仕掛けたところで絶対に負けるんで、まずはここで勝ち切る、パン屋として勝ち切るっていうことですね。地域密着型のいわゆる本当にオーソドックスなパン屋さんとして勝ち切ると。で、そこでの売り上げを見て人が雇えそうだなと思ったら雇います。で、ここポイントですね。この時ですね、売り上げ一旦落ちるんですよ。なぜなら、ゆうやさんがやった方がうまくいくんで。それでも、僕は人を雇います。で、ビジネスモデルがですね、盤石であればですね、売り上げが落ちるとはいえですね、下げ止まりみたいなラインが絶対あるんですよ。売り上げが、70% になったな、みたいになったら、70% でなんとなくこう行くみたいな、下げ止まり、くれぐれもこのビジネスモデルが盤石であればってことですよ。下げ止まりみたいなラインがあるんで、で、そのラインで店が、持つことが確認できたらですね、自分の時間は空いているわけだから、その時間を使って、成功角度の低い全く別の事業をします。それがですね、好きで好きでたまらなくて、とてもお金にならなさそうな仕事だと最高ですよね。そんなもの誰も手をつけないし、そういったものっていうのは手堅い収入源がある人しかそんなバカな挑戦はできないんで。で、平気で、数年間うまくいかないと思うんですけれども、そこは改善の連続ですから、前に進んでいることは確認できるし、何よりもバカなことやっているので精神的には安定する。で、万が一それがうまくいったらですね、そこからは職業の掛け算ですね、かけるパン屋さんっていうところです。で、これ以上の計画っていうのは立てても無駄だと思います。そんなに思い通りいかないんで、最初に描いた設計図通り物事は進まないんで、これ以上は、計画を立てても無駄だと思います。ただね、収入を安定させる、そして、収入が安定しているからこそデタラメな挑戦ができるっていうところあたりまではですね、根性で持っていけるラインだと思うので、まあそんなとこですかね。僕はですね、絵本作家としては何年も芽が出なかったんですけれども、絵本作家として食っていけるようになるまでってむちゃくちゃ時間かかったんですけれども、それでも、活動を続けられたのはですね、まだテレビのレギュラーが続いていたからなんですね。で、そこで食えてたんですよ。畑を耕してから狩りに出かけるイメージですね。最悪米と芋で食っていけるから深追いができるみたいな、そういった感じですね。手堅いやり方ですが、僕ならその手順で進めると思います。参考にしてみてください。